野田総理大臣はつい先ほど、福島第一原発の原子炉が、冷温停止状態になったとして、事故の収束に向けた工程表のステップ2を達成したと宣言しました原発、それ自体につきましては、専門家による緻密な検証作業を経まして、安定して冷却水が循環し、原子炉の底の部分の、底の部分と、 格納容器内の温度が100度以下に保たれており、万一何らかのトラブルが生じても、敷地外の放射線量が十分低く保たれるといった点が、技術的に確認をされました。これを受けて、本日、私が本部長を務める原子力災害対策本部を開催をし、原子炉が 冷温停止状態に達し、発電所の事故そのものは収束に至ったと判断をされるとの確認を行いました。これによって、事故収束に向けた道筋のステップ2が完了したことをここに宣言をいたします。政府は今後計画的避難区区域域や警戒区域の見直しを本格化させるほか 第一原発の廃炉に向けた中長期的な工程表を年内に発表する方針です。